5年猶予をやめろ、5年猶予を撤回しろ。安全のために施設が5年猶予だなんておかしいです。だって地震や津波は5年も待ってくれないよ。おかしいです。きちんと議論してください。国民に説明してください。パブリックコメントに答えてください。5年猶予撤回。明らかに5年猶予っていうのは、その電力会社の都合に合わせてですね、時間のかかるものはまあ先でもいいですよというね、再稼働を促すようなそういう中身ですので、規制当局の側でその、率先してですね、そういう問題を出してくるっていうのは、これはやっぱり規制当局としての一線を越えてしまうですね、本当に一番やってはいけないことをやろうとしているというので、まあ、特に私たちはこれは問題だということで、まあ、今日もそれで、緊急の行動したということですね。一番最初からもう民主党政権の時にも国会同意が得られなかったというふうなことで始まった規制委員会だったので、私自身もすごく不信を持ってましたし、やっぱりこの5人の委員たちがどんな仕事をするんだろうというふうな感じでずっと委員会傍聴を続けてきていたんですけれども、やっぱりなんかここ6ヶ月経つ中でやっぱり本質が本当にあらわになってきてるっていうのが一番感じることです。猶予を設けるっていうことは、このまま今の原発の状況のままで稼働を許すっていうことを認めるということですよね。要するに福島の事故から全然何も学ばずに、福島事故の検証も何もなされない中で、やっぱりこの再稼働されていくということをもうそのまま認めることが5年猶予ですから、やっぱりこの5年猶予については認めることができないというふうに今思ってます。